エージェント・オブ・シールドは、スーパーヒーローが活躍する世界において、平和維持と情報活動を担う、架空の組織、SHIELD を題材に、ジョス・ウェドン、ジェド・ウェドン、モーリサ・タンチャロウエンが、ABC で企画したアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズである。様々な、マーベルコミックの実写映画を、同一の世界観のクロスオーバー作品として扱う。 マーベル・シネマティック・ユニバースのスピンオフ作品であり、同シリーズの映画作品群と世界観を共有している。シリーズは、ABC スタジオ、マーベル・テレビジョン、ミュータント・エネミーが制作し、クラーク・グレックが映画シリーズと同じくフィル・コールソンを演じている。2014年5月8日に、第2シーズンへの更新が決定し、2014年9月23日より、 放送が始まっている。第三シーズンは二千十五年九月二十九日、第四シーズンは二千十六年九月二十日、第五シーズンは二千十七年十二月一日より放送された。第六シーズン及び第七シーズンへの更新も決定したが、各十三話構成となる。日本では第一シーズンは二千十四年九月三日にオンデマンド配信が開始され、 同年12月27日から2015年1月4日にかけてワウワウで放送された。また、関東ローカル枠で2015年4月3日から日本テレビで2015年7月より第一シーズンが D-Life にて放送された。第二シーズンは2015年8月15日から10月3日にかけてワウワウで放送され、 D-Life では2016年3月から8月20日にかけて放送された。第3シーズンは2016年8月27日から9月25日にかけてワウワウで放送され、D-Life では1月21日から6月24日にかけて放送された。第4シーズンは2017年8月19日からワウワウで放送され、 D-Life では2018年4月28日から放送された。第5シーズンは2018年8月4日からワウワウで放送され、D-Life では2019年3月9日から放送された。第6シーズンは2019年9月14日からワウワウで放送され、D-Life では2019年12月から放送予定である。 第7シーズンは2021年2月26日にディズニーで配信開始予定。2019年7月、サンディエゴコミコンにてシーズン7で終了することを正式に発表した。シリーズでは SHILD のエージェントのフィル・コールソンと彼により結成された少数精鋭チームが様々な怪事件に挑む姿が描かれる。第1シーズンでチームは ムカデ計画とその指導者のクレアボヤントを追跡し、最終的にその背後にはヒドラが潜んでいることを知り、さらには SHIELD 自体もヒドラが関わっていたことが判明し、崩壊する。第2シーズンでチームは政府と国民から SHIELD の信頼を取り戻すために奮闘。その最中で特殊能力保有者である。 インヒューマンズの存在が明らかとなっていく。第3シーズンでは、世界中のインヒューマンズをめぐる戦いが繰り広げられる。第4シーズンでは、コールソンが、長官から退いた新聖 SHIELD の活動が描かれ、その中でアンドロイドである A だ、LMD を中心とした騒動に発展していく。第5シーズンでは、地球が破壊された未来へ、コールソンたちが、 タイムスリップしてしまい、地球の運命を変えるために SHIELD が奮闘する。2009年にウォルトディズニーカンパニーがマーベルエンターテインメントを買収した後、マーベルテレビジョン部門が新設されたことが発表された。その後数ヶ月、マーベルのコミックに基づく様々なパイロットが企画段階に入った。2012年7月、マーベルテレビジョンは、 ABC と共にマーベル・シネマティック・ユニバースと世界観を共有した新番組の競技に入った。2012年8月、アベンジャーズの監督で、バフィー、恋する十字架と、ファイアーフライ宇宙大戦争の発案者で、アムアル、ジョス・ウィードンが企画に参加することが発表された。数週後、ABC は、s h i e l d と呼ばれる番組のパイロット版を発注した。 パイロット版は、ジョス・ウィードン、ジェド・ウィードン、モーリサ・タンチャロウエンが脚本を執筆し、ジョス・ウィードンが監督する。またシリーズのショーランナーは、ジェド・ウィードン、タンチャロウエン、ジェフリー・ベルが務める。ディズニー CEO のボブ・アイガーは、アベンジャーズのニューヨークの戦いで使われた、下売りの武器を拾ったカップルを追跡する、SHILD エージェントを描いた、マーベル・ワン・ショット作品。 アイテム47を鑑賞した後にシリーズ化のグリーンライトを出した。2013年4月、ABC は番組のタイトルがマーベルズ・エージェンツ・オブ・ SHIELD であることを発表し、またフルシーズンの制作を正式に決定した。2013年7月、ゼド・ウィードンはテレビシリーズが過去、そして今後のマーベル映画と並行して動くと語った。また同月、 モーリサ・タンチャローエンは、自身のツイッターページにて、ジョス・ウィードーン、ジェド・ウィードーン、ジェブ・ベル、ポール・ズビゼウスキー、モニカ・オーブリーン、ブレント・フレッチャー、ローレン・ル・フラン、レイフ・ジャドキンス、シャリーシャ・フランシスが、シリーズの脚本家を務めることを発表した。さらに作曲家のベアー・マクレアリーは、自身が、シリーズの作曲を担当することを明かした。2014年3月、 プロデューサーたちは自分たちと脚本家たちは MCU 映画との辻褄を合わせるために未公開の作品の脚本を読むことができることを明かした。シリーズでは移動手段とチーム本部を兼ねた改造されたボーイング C-17 のバスが主な舞台となる。バス内部には取調室やラボ、コールソンのシボレーコルベットなどが含まれている。シリーズは カリフォルニア州カルバーシティで撮影され、主な視覚効果はフースフックスが担当するほか、コザ VFX も参加している。さらに MCU 全体での一貫性を保つために映画でインダストリアルライトマジックが作り上げたものも共有している。2012年10月、シリーズの最初の主要、キャストメンバーにクラーク・グレッグが決定し、 フィル・コールソンを再び演じることが発表された。その次の2ヶ月間で、残りの主要キャストとして、ミンナ・ウェンが、メリンダ・名役、エリザベス・ヘンストリッジとヤン・デガーステッカーが、ジェマ・シモンズ役とレオポルド・フィッツ役、ブレット・ダルトンが、グラント・ウォード役、クロエ・ベネットが、スカイ役にキャスティングされた。第二シーズンでも、主要キャストは、全員続投し、さらに新たに、ニック・ブラッドが、 ランスハンター役で加わる。第1シーズンの第7話、バーサーカワ2013年の映画、マイティ、そう、ダークワールド、第16話、始まりの終わりと、第17話、疑いの連鎖は、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーの出来事が中心となっている。第14話、タヒチで始まる、ウィンターソルジャーとクロスオーバーの原因となる前、エピソードは、 アップライジングと呼ばれるエピソード群の一部であった。また、第2シーズン第1話、新生 SHIELD 指導と、第8話、兄弟の再会では回想シーンで、北米で、第2シーズン休止中に放送予定とされる、エージェントカーターの主人公、ペギー・カーターが登場する。第18話、敵か味方かと、第19話、汚れた6人では、アベンジャーズ、エイジ・オブ、 ウルトロンの話が中心である。シーズン3第20話、解放では、シビルウォーキャプテンアメリカの話が中心である。シーズン4では、ドクター・ストレンジにて登場した、ダーク・ディメンションが話の核となっている。シーズン4第6話では、エージェント・カーターシーズン2に登場したアイソダイン社、及び、ロクソン社が関係している。シーズン5では、アベンジャーズ、 インフィニティウォーでの出来事を示すと思われるセリフが登場する。しかし、シーズン6以降では、マーベル・シネマティック・ユニバースとの退院は、ほとんど見られなくなった。シーズン5のクライマックスは、アベンジャーズ・インフィニティウォーと一致しているが、シーズン5から1年後であるシーズン6では、インフィニティウォーのラストの展開の影響が全く見られず、言及すらされていない。この事態について、 エグゼクティブプロデューサーのジェド・ウェドンとマーベルテレビジョンのジェフ・ローブはシーズン6とシーズン7がマーベル・シネマティック・ユニバース本編とは異なるタイムラインでの物語であることを認めている。シーズン7ではエージェント・カーターに登場したダニエル・スーザが登場する。シリーズは155カ国、地域で認可されている。アメリカ合衆国では2013年9月24日に シリーズ初回が放送された。カナダでは2013年6月に CTV が放送権獲得を発表し、アメリカと同時に放送が開始された。2013年8月、チャンネル4がイギリスでの放送を発表し、9月27日に初回が放送された。オーストラリアでは2013年10月2日にチャンネル7により初回と第2話が放送された。 第一シーズンのブルーレイ及び DVD は2014年9月9日に発売された。ボーナスコンテンツとして制作の裏側、オーディオコメンタリー、削除されたシーン、NG シーン、テレビスペシャル、マーベルスタジオ、アセンバリング、A ユニバースが収録された。2013年6月、シリーズは他の5番組とともにテレビ評価賞新シリーズ賞を受賞した。 第40回ピープルズチョイスアワードでは新テレビドラマ賞にノミネートされ、またみんなウェンが新テレビシリーズ女優賞にノミネートされた。第40回サターン賞ではネットワークテレビシリーズ賞にノミネートされた。第66回プライムタイムエミー賞では特殊資格効果賞にノミネートされた。ありがとうございます。